ノートパソコンを利用したウェブ会議ズームビデオコミュニケーションズはアメリカ合衆国カリフォルニア州ンのゼに本社を置く会社で2011年に中国山東省出身のエリックヤンが創業通称はズームクラウドコンピューティングを使用したウェブ会議サービスズームを提供するビデオ会議オンライン会議チャットモバイルコラボレーションを組み合わせた主に ウェブ上でのコミュニケーションソフトウェアを提供している。2011年に、ズームはシスコシステムズのリードエンジニアとそのコラボレーションビジネスユニットであるウェ e X によって設立された。スタンフォード大学のエグゼクティブプログラムを卒業した創設者のエリック・ヤンは当時シスコのコラボレーションソフトウェア開発のエンジニアリング担当副社長をしていた。 WebX 及びリングセントラルのデビッド・ベルマンが2015年11月に社長に就任。2013年1月にサービスが開始され、2013年5月までに利用者は100万人に達した。リリースの最初の年に、Zoom は B2 バイトコラボレーションソフトウェアプロバイダーとのパートナーシップを確立した。 レッドブースとのパートナーシップは、レッドブースにビデオコンポーネントを追加する役割を果たした。このパートナーシップの直後に、ズームは Works with Zoom という名前のプログラムを作成し、ロジテック、バディをインフォーカスなどの複数のハードウェア及びソフトウェアベンダーとのパートナーシップを確立した。2013年末に向けて、ズームはソフトウェアをインターベストリムに統合することに成功した。 インターベーストリムは雇用を主にリモートでビデオインタビューを提供する会社である。インターベーストリムはズームのビデオサービスを使用してビデオインタビュー機能を拡張した。2013年12月11日にセントラーファイコーポレーションはマイクロソフトアクティブディレクトリアクセス制御シングルサインオンの互換性をズームのアプリケーションと統合すると発表した。 ズームは2014年3月17日までにバックスボーンとのパートナーシップを介して無料の公衆交換電話網番号にダイヤルインすることにより参加者が会議に参加できる機能を追加した。年内のバージョン3.5のリリースにより iOS を実行しているモバイルデバイスにモバイル画面共有が追加された。2015年2月の時点で ズームビデオコミュニケーションズの主要製品である、ズームミーティングスを利用している参加者の数は4000万人に、達し6万5000の組織が加入した。これに加えて、同社の会議時間利用は、サービス全体で合計10億、分を超えた。2015年2月4日に、ズームビデオコミュニケーションズは、シリーズ C 資金として3000万ドルを受け取った。この資金調達ラウンドの参加者には、 エマージェンスキャピタル、ホライズンズベンチャーズ、クワルコムベンチャーズ、ジェリー・ヤン、およびドクター、パトリック・スン・シー・ウングが含まれた。同年9月15日にズームは、セールスフォースと提携して、ビデオ会議を CRM プラットフォームに統合し、営業担当者がアプリケーションを離れることなく、顧客との会議を開始できるようにした。この統合が行われた直後、11月3日、 デビット・ベルマンが、ズームビデオコミュニケーションズの社長に任命された。ビバシステムズの創設者兼 CEO である、ピーター・ガスナーは同日、ズームの取締役会に加わった。2016年2月、ズームは、コロラド州デンバーに、新しいオフィスを開設した。同社の最高経営責任者ヤンによると、この拡大の理由は、州の、成長している技術分野企業誘致機会と、 米国中部の立地を活用するためだった同年、後半、同社は VMWare の CIO であるバスク・アイアがビジネスアドバイザーとして加わった。2017年初頭、同社の評価額は10億ドルだった。2017年1月、ズームは公式にユニコーンクラブに参加し、セコイア・キャピタルから10億ドルの評価額でシリーズ D 資金1億ドルを集めた。この発表は、 ズーム4.0のリリースと連動していた。CEO のヤンによると、ズームは全市販機にキャッシュフローがプラスの状態であったため、これらの資金でプロジェクトを計画するのではなく、投資を銀行で行い、開発が必要な部分に投資することに決めた。2017年4月24日に、ビデオ通信プロバイダーは、最初のスケーラブルなテレヘルス製品のリリースを発表した。これにより、 医師は診察のためにビデオを通じて患者を診察することができるようになった。z o o m テレヘルスと呼ばれるソリューションは病院インフラ内の他のヘルスケアアプリケーションと統合し患者に仮想待合室を提供。また署名したビジネスアソシエイト契約により採用者のヒッパーコンプライアンスを維持した。2017年5月、Zoom はパリカウムの ズームコネクターと呼ばれる新製品を通じてパリカームとのパートナーシップを発表した。ズームコネクタフォー4パリカームは、ズームのビデオ会議をパリカームの会議システムに統合し、複数画面及びデバイス会議、HD 及びワイヤレス画面共有、アウトルック、グーグルカレンダー、アイッカルとのカレンダー統合などの機能を有効にした。2017年8月、マーガッテワイドは、 ズームが会社の成長におけるいくつかのマイルストーンを通過したことを認めるプレスリリースを公開した。ハイライトには200億を超える年次会議議事録のホスト、シドニー及び英国での海外オフィスの開設、前年比150%の収益増加、顧客ベースの100%の増加、パートナーとの統合及び最適化が含まれていた。パリカーム、クレストラン、シスコ、 および Zoom Rooms スケジューリングディスプレイや Zoom 4 Telehealth などのプラットフォームに新機能と拡張機能も導入した。さらに Zoom はホーブスクラウド100リストで18位にランクされガートナーピアーインサイツで4.8を獲得した。2017年9月 Zoom は Zoom の最初の年次ユーザー会議である Zoomtopia 2017を開催した。Zoom は ズームと拡張現実を統合するズームのパートナーシップ Facebook によるスラック及びワークプレイスとの統合、人工知能音声テキスト変換への処方技術、提供など一連の新製品とパートナーシップを発表した。2017年10月、ズームはジョナサン・チャドウィックが財務報告と会除を監督する関西委員会委員長として 会社の取締役会に加わったことを発表した。2017年11月8日、ズームはズスックの前 CEO 及びシスコウェベックス部門の CFO であるケリー・ステックルバーグが新しい最高財務責任者としてズームに加わったことを発表した。2019年3月にはズームはナスダックに株式公開を申請。2019年4月18日に 同社が持つ株式の72%以上を公開し、新規株式公開を行い、36ドルの株価をつけた。同社は、i p o の終了までに160億ドル弱の時価総額と評価されていた。2019年以降のコロナウイルス大流行時には、社会的距離の要件により、テレワーク、遠隔教育、オンラインでの社会関係を余儀なくされた。 何千もの教育機関がズームを使ったオンライン授業に切り替えた。同社は多くの国で小中高の学校に無料でサービスを提供した。2020年2月までにズームは2020年に222万人のユーザーを獲得しており、これは2019年全体で蓄積したユーザー数を上回っていた。2020年3月のある日、 ズームアプリは34万3000回ダウンロードされ、そのうち約18%が米国からのダウンロードであった。1日の平均ユーザー数は2019年12月の約1000万人から2020年3月には約2億人に増加した。これにより一般的な株式市場の低迷にもかかわらず、2020年初頭に同社の株価は大幅に上昇した。 2017年1月、Zoom は公式にユニコーンクラブに参加し、セコイアキャピタルから1億ドルの評価額でシリーズ T に1億ドルの資金を集めた。この発表は Zoom 4.0のリリースと連動していた。CEO のエリック・エスヤンによると、Zoom は全市販機にキャッシュフローのプラスの地位にあったため、これらの資金でプロジェクトを計画するのではなく、 開発を必要とする部分に投資しすることにしたという。2020年6月11日の天安門事件に関するビデオ会議を閉鎖させており、そこに参加していたアメリカや香港の人権活動家のアカウントを停止していた。これに関して、ズーム社は中国政府からの中国の国内法に違反するとの通告があり、それに応じた措置を講じていたことが判明。 2020年12月、中国人幹部ジュリアン人が中国政府に協力し顧客の情報を渡すとともに中国政府に不都合なズーム会議が開かれないか監視業務を行っていた疑いによりアメリカ司法省に起訴された。また11月19日にすでに逮捕状が出ている。Zoom の公開しているドキュメントによると通信にはアイスマイナス -256 が使用されていると記載されている。 しかし、トロント大学のシチズンラボの研究者によると、実際にはいくつかの通信には、アイイスマス百1 2 8の ECB モードが使用されていた。ECB モードは、プレーン情報と暗号化された情報の一部が一致することがあるため、強固なセキュリティが求められる通信には推奨されない。同社は2018年10月と11月に、修正プログラムをリリースした。ズームは、 プライバシーポリシーで発表されていなかった個人情報を Facebook などの第三者に違法かつ秘密裏に開示したとしてアメリカ合衆国連邦裁判所に提訴された。訴状によると同社の完全に不十分なプログラム設計とセキュリティ対策によりユーザーの個人情報が不正開示につながっており今後もその結果が続くと申し立てられた。Zoom は最近 Facebook SDK が不必要なデバイスデータを収集していることに気づかされたと述べ、これらの懸念に対処するため、アプリをパッチして SDK を削除したと発表した。同社は、SDK はユーザーのデバイスの使用に関する情報を収集しているに過ぎず、個人情報を収集していないとしている。Zoom のデータマイニング機能が、 ユーザーのプロフィールと一致させるためのツールを介してユーザー名とメールアドレスをリンクトインに自動的に送信し一部の参加者が他のユーザーに関するリンクトインのプロフィールデータに密かにアクセスできるようにした。Zoom とリンクトインはその統合をできなくした。FBI によるとズームを遠隔教育に利用する場合類似のオンライン学習サービスを利用する際に IP アドレス ウェブ閲覧履歴、学業成績、生体認証などの学生の個人情報が危険にさらされる可能性があるという。また、学生の不正監視や、ファミリーエデュケーショナルライツプライバシーアクトに、基づく学生の権利の侵害の可能性も問題になるかもしれないという。同社は、動画サービスがフェルピに準拠していると主張しているほか、技術、 運用サポートを提供するためにのみ、ユーザーデータを収集、保存していると主張している。2019年7月、セキュリティ研究者のジョナサン・レイチュアは、任意のウェブサイトが、ユーザーの許可なく、MacOS ユーザーにビデオカメラを起動した状態で、Zoom の通話に強制的に参加させることを可能にする、ゼロで脆弱性を公開した。さらに、MacOS 上で、 ズームクライアントをアンインストールしようとすると最初のインストール時にマシン上に設定されクライアントを削除しようとした後もアクティブなままになっている各種ウェブサーバーを使用してバックグラウンドで自動的に再インストールするよう指示していた。ズームは脆弱性と隠されたウェブサーバーを削除し完全なアンインストールを可能にした。望んでいない参加者が混乱を起こすために会議に 参加するズーム爆撃は連邦捜査局からの警告をもたらした。ズームはそのマーケティング資料でエンドツーエンド暗号化を使用すると主張しているが、後にそれがズームの末端からズームの末端へを意味することを明らかにし、ネットメディアのザインターセプトは誤解を招き、不正と述べている。ありがとうございます。